そしてあの5人組を思い出します。誰ですか？お、今から出発か。え、なんか継ぎはぎだらけやけど大丈夫それ？ほが。あれ、ハウさっきまで向こうおったのに。博士、大丈夫なのこれ？こらこら、古いんじゃないぜ。クラシックスタイルだからさ。そういうこと？味わい深さがあって、私は好きですけれど。ピュー。おーいな。ポケモンを捕まえたり、買い物を終えたのなら、出発するかい？出発します。もう帰ってこれんのかな？よーし、レッツクルージング。帰ってこれるよね。ある程度のことせんかったら帰ってこれんのかな。まあいいや。とりあえず、結構もうポケモン捕まえたし。海ー。海だね。海だね。ねえねえ博士、もっとスピード出して。こういうとこもフルボイスじゃないよね。博士のヨットに無理をさせると海の木図になります。え？怖っ。それに、リーリーの帽子飛んじゃうよね。なんか押さえとるの大変そうやね。ねえ、アーカラ島ってどんなところなの？で、自分で確かめるのか。ん？自分で確かめるのが島巡りなんだよね。まあ、観光も兼ねて。ワクワクするよね、アイナ。いいね、なんか旅行って感じがする。きっちり踏みしめとるね、足で。なんか乗る場所少ないな。博士は？なんか中に乗る場所があるってことかな。お、すげえすげえ、渡ってった渡ってった。え、次の島なんか広。アーカラ島。広いよ、さっきのに比べて。ほい、到着。あ、綺麗そうやね、艦隊シティ。名前覚えるのが大変だな。あらよっと、元気元気。わーい、アーカラ島上陸。誰も酔ったりせんのやね。あらヨットと言いながらヨットから降りたのはもしかしてギャグでしょうか。そういうこと。めっちゃ苦笑い。アユナこういう時どうするの？どうするの？どうするのに対しての返事じゃなくない？どっちもギャグなの？何その目、すごいじとっとした目で見られたけど。博士ん？バスで吹っ飛ばすとかね。衝撃的っていう顔した。くだらねえよ二人とも。相変わらず白衣を引っ掛けるスタイルなんだね、ククイ。ん？誰？ここの博士？それ初対面の人驚くでしょって言ったよね。星雲ちゃん、バックに戻ってください。リーリエ大丈夫だよ。誰？いや、そっちの格好も十分驚くけどな。あんたたち、はじめまして。私はライチ。奥におる女の子かわいい、この子この子。はい、毎度どうも。関西弁？私はもう、キャプテンしてます。あ、別に関西弁なわけじゃないんか。あんたらの顔見に来たら、出前してたこの子に会ってね。出前？出前の格好ではないけど。はい、私の試練は素材の良さを光らせます。この子もしや、次の試練。かわいいんだけど。いいね、いいね。特にあなたとあなた。ポケモンいい感じ。ありがとう。アーカラ島のキャプテンはマーの他にもいるけどね。あ、そっか、一人とは限らんのか。で、あんたらこれからどうするの？ああ、彼らに任せるよ。彼らの島巡りだからね。てか、白衣を引っ掛けるスタイルがびっくりするって言われても、黒衣博士、博士だからね。白衣を引っ掛けるスタイルをどうにかするんじゃなくって、その肌を畑取るスタイルをどうにかした方がいいと思うよ、博士は。そうだね。じゃああんたたち、ポケモンと一緒に島巡りを楽しんでよ。私もあんたらとのポケモン勝負を待ってる。今から期待してるからね。え？島キング？もしや。ほら、マオ行くよ。島キング？島クイーンじゃないの？いいね、いいね。てかなんか格好も可愛いし、そんな間近ででっかく手振られても困るけどね。見えてるから。心配しているのに素直になれない。相変わらずのライチさん、優しい島クイーンだな。あ、やっぱり島クイーンなんや。
アーカラ島には3つの試練があるんだ。ってことは3人のキャプテンがおるってこと？早速試練に挑むなら4番道路を越えてお花タウンに行くといいぜ。とりあえずポケモンセンター探すね。アーカラ島ではどんなマラサダ売ってるかな。島によってマラサダ違うん。なんやねんマラサダって感じやけど。ちょっとだけブティックを見ようかななんて考えています。おしゃれ好きなんだな。あとは星雲ちゃんのため遺跡のことを調べようかと。みんな自由行動ね。オッケーオッケー。お、アーカラ島到着。新しい島図鑑を開くろ。どんなポケモンと出会えるかアユナいろいろ教えろと。了解です。海の見える町艦隊シティ、町の奥に行ってみようろ。町の奥、あ、なんかあそこにあるやん。なになに、何があるの。あ、ここ、違うな、こっちか。あ、リリエ、早速ブティック見よる。でもずっと同じ服やけど、着替えればいいのにね。あ、アイナさん、ピュー。服選び？まあ、遺跡ではないよね、ここ。それもありますが、この子、命の遺跡にも興味を示すかもしれません。命の遺跡？アーカラの守り神様は、カプテテフさんというそうです。カプテテフ。ピュー？その時はご一緒に。この子、アイナさんのことお気に入りのようですから。ぜひぜひ。てかすべて回るよ。では私たちホテル潮騒にいますね。ホテル？大事な人と待ち合わせなんです。わ、綺麗。大丈夫です。建物は見えていますから。さすがに迷ったりしません。いや、わからんよ。ピュー。あなたはバックですよ。お、なんだなんだ。めっちゃ嫌がっとるやん。かわいい。私に味方になれって言うんかな。なになに、会話の内容がわからないわ。お、ちゃんと入った。何かしらの意思疎通が今あったんやね。スカルダンはポケモンさんを奪う悪い人たちと聞きました。私たちは怖い人に出会わないよう気をつけないと。ですよね、アイナさん。まあね、返事を聞いていけよ。艦隊シティの奥に綺麗な建物発見ろと。ん？ホテルに行けって？一緒に行けばよかったんじゃね？ねえ、わざわざ別行動せんでも。誰？お待ちなさいな。なになに？絡まれた絡まれた。驚かせてごめん。島巡りをしているんですね。そうですけど。僕はデクシオ。麗しい私の麗しい名前はジーナです。麗しい麗しいうるさいわ。僕たち観光に来ていてね。アローラ独自の風習。島巡りにも興味あるんです。うん、なるほど。あ、なんか向こうの方で、手振りより人らが。よろしければ私と腕試ししない？いいよ、別に。レッツゴーですわ。レッツゴー。女の子の方だけ？ポケモントレーナーのジーナが勝負を仕掛けてきた。何のポケモン？やっぱり島が変わったけん新しいポケモンが。お、デリバードかい。そんなに真新しさなかったわ。じゃあちょっとあれやね。レディアン行けたかな？いや違うな。ここはコイルで。よし。行け、コイル。一応デリバードも捕まえたよ、私。あ、びっくりした。なんかね、デリバードプレゼントっていう技がさ、逆にこっちの体力を回復してくれたりとかするけんね、なんかすげえ心優しいポケモンやなと思った。イエーイ、効果抜群。あ、いいねいいね、経験値が全然違うね、やっぱり。ヤングースがレベル20に上がった。グレイシア？誰グレイシア？何系かもわからないから、とりあえずコイルのままでいいや。え、かわいい。え、誰？イーブイの進化系？これももしかして。違うかな。電気ショック。なんかさ、ほら、イーブイってさ、進化系がめちゃくちゃ増えとるやんか。もうわけわからんよね。だってイーブイやろ、イーブイやろって。まあそれはもともとやけど、ブースターにサンダースにシャワーズ、まあ、ここまでは基本やん。でなんか何やった、あの黒いやつ、ブラッキーとエイフィーやっけ。エイフィーかわいいよね。ブラッキーとエイフィーと
え、あとなんかさらに増えとったよね。あれ気のせいかな。そんだけやっけ。うん、忘れた。なんかこれもさ、EV っぽくない？顔。なんとなく。さあどうだ？いける？いけない。もう一回電気ショックでいけるやろ。ノーマル系？何系やろ？エスパー系、氷、水。なんかどれも違いそうな。よし。おお、結構やな。新たな出会いが人とポケモンを育てるの。ここでも新たな出会いを。私はいろんなポケモンと出会っていきたいと思う。お、マジかマジか。おや、ヤングースの様子が。来たよ来たよ。進化するよ。はい。どんなんなるんやろ。可愛くなるかな。ヤングースはなんか微妙やんか。歯むき出しって感じの。お、おめでとう。ヤングースはデカグースに進化した。デカグース。何あれ、なんか、腰のところで手を組んでるの？おじさんっぽいな。デカグース。なんか目のあたりにもシワがあるような気がする。リンゴー。同じページのポケモンが全部埋まったろ。最初のステップクリア。バンバンアーカラ図鑑埋めていこうろ。イエーイ。デカグース、張り込みポケモン。コラッタやラッタが好物なのに、中高生っていうんかな。のため出会えない。忍耐強さが自慢のポケモン。夜行性しか聞いたことないけんよくわからんや、読み方が。なるほど。試練に挑み、ポケモンと仲良くなる。とても素敵ですわね。島巡りの一端に触れることができたようです。感謝の気持ちですわ。ポケモンを元気にしますわね。ありがとう、回復してくれるんや、優しいね。一回ぐらいサングラス外してほしかったけど。ね、目を直接見たかった。うん、君とポケモンは最高のチームみたいだね。昔の僕たちを。そしてあの5人組を思い出します。誰ですか？決めました。大事なこれを委ねるとしましょう。そんな責任重大なことをするのはやめてください。何？アイナはジガルデキューブを手に入れた。ジガルデキューブ？何それ？大切なものポケット。今お渡ししたのはジガルデというポケモンのコアとシェルを集めるためのもの。何？意味がわからない。詳しいことは連絡するから今は大切にしておいてね。え、何？勝手に連絡先まで交換したの？そうね。島巡りのため4番道路で鍛えるのもいいかもしれなくてよ。ボンブヤージュ。あ、こっちでは何？アローラーじゃないの？ボンボヤージュっていうの？でもなんか、動きはそうだったけど。何？ 4 番道路で何があるって？見れない。このなんか話せるときと話せないときがあるのは一体何なんだ？これホテルの中入れるんかな？あ、見て見てあれ。タッツーやタッツー。あ、入れた。すげえ、サニーゴとかおるよ。よーし、お花タウンを抜けて牧場見学に行っちゃおう。ピオギアギアー。鳴き声が可愛くない。衝撃的。お、あ、アイナさん。さっきスカルダンらしき人を見かけて怖くて避けていたら、待ち合わせで会えなくなって。あ、大丈夫ですよ。約束したのはここなので。アイナさんは試練ですよね。本で読んだのですが、ここから一番近い試練は4番道路を越えていくそうです。なるほど。なんか優雅だね、お姉さん。あら、珍しい。ロトムズ感を持ってるんだ。それってポケモンの分布でマップを拡大すると、いろいろ分かっちゃうんでしょ？意味がわからない。どういうこと？トレーナーさんのバッグには何でも入るよね。渡してったら自分を入れて、誰かの旅についていきますね。自分を入れる？そんな発想はなかった。なんか、スターミーが仁王立ちで。しゃ。誰のポケモンとか言うわけじゃない。あ、見て見て、これ、花瓶がホエールや。すげえ、ホエール？名前合っとるっけ？いやね、ポケモン名前あるなら私の攻撃も下がるのに。綺麗なお姉さん、アローラのこといろいろ教えてほしいっすよ。なんだなんだ、ナンパか？海風香る艦隊に、ドーンと佇むひときわに、青いお屋根は君と見た、あの日の海の色してる。波間に揺れるネオラント、僕らの方もテララント、ホテラントやった。ごめんね。お茶の子さえさえお帰んなさい。一度おいでよ、ホテル使用祭。何それ、宣伝文句かな。すげえ、この辺の絵もなんかきっちりしとるんかな。何が書かれとるかわからんけど。
わからんけど。いらっしゃいませ。ようこそホテル潮祭へ。スカルダンっていうのは外におったんかな。全然わからんかったけど。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。